前原インターチェンジは、滋賀県前原市樋口にある、北陸自動車道のインターチェンジである。前原 JCT のすぐ北にあるインターチェンジで、前原 JCT との間に、前原本線料金所が2007年5月31日まで、設置されていた。共用開始時から、前原インターチェンジと呼ばれていたが、2001年6月に、当時の町名である、坂田郡前原町に合わせる形で、 前原インターチェンジに変更された。しかし、2005年2月14日の坂田郡山町の合併で誕生した前原市が、鉄道駅の前原駅に名称を合わせたため、地名とインターチェンジの名称の間に再びずれが生じてしまった。2019年7月24日時点では、以下の配置である。はじめに、名神高速道路の開通時に、 前原町にもインターチェンジを誘致することが考えられたが、農地を存続させる目的で断念した。その後、1967年11月9日に、北陸自動車道竹尾 IC 前原 JCT の整備計画が決定され、滋賀県内には、木の本インターチェンジと長浜インターチェンジが設置されることになったが、前原町にインターチェンジを設置することは、 長浜インターチェンジに近すぎるため当初は計画から外れた。そこで米原町は同年に北陸中間高速自動車道米原町審議会設置条例を制定し町議会に北陸自動車道米原インター対策特別委員会が設けられ町や議会を挙げてインターチェンジ設置の誘致を粘り強く請願した。その結果 整備計画への追加が1971年12月14日に行われた。1974年9月23日に滋賀県下の北陸自動車道の工事が寄港され、1980年4月7日に北陸自動車道鶴ヶインターチェンジ前原 JCT が先行して供用開始し、同年6月19日に前原 IC も供用開始された。ありがとうございます。